よし、じゃあ引いていきたいと思います。 2.5 周年皆さんおめでとうございます。まず開幕は5ステップアップの10連召喚、こちらから引いていきたいと思います。今日は神引きします。では早速いきます。ほい、開幕キャラね、まず開幕キャラからいきましょう。あ、白い本、開幕は白い本からのビジョンカードね、まあ、OK、いいんよこれ、うん、いつも通りでいいんよこれ、うん、いつもこんなんやからね、うん、問題ない全然問題ない、これノーダメージ。開幕の10連はお布施みたいなもんやからね、これ、うん、分かってるんよこれ、俺も知ってるんよこれ、別にこれ全部ビジョンでもいいんよ、この5ステップアップも全部 ビジョンでいいから、うん、オッケーオッケー、何でもいいんよこれ、全然大丈夫。さあ20連目、ここ無料なんで無料ですね、いきます。無料からも出るからね、ね、いきましょう。白い本、レンチャン白い本からの、オッケーオッケーオッケー、キャラ出たらいけるよこれ、無料からも全然出るからね。さあいい開幕切りましたよこれ。ビジョンカードからのスタートはね、これね、神引きの合図ですから、うん、最初からねキャラ飛んでる時ってね、あんまりいいことないんですよ。さあ行きましょう。二段階昇格ワンチャン、ワンチャンない、いいでしょう、おもろなってきた。30連目、ここもね UR 確定なんで、ここで決めていきましょう。うん、30連やね、持って30連やと思うわ、俺の勝ちやこれ。さすがにね、あの一発目ね、ビジョンカード出たということなんで、ここはね間違いなくキャラ出るんよ。そうそうそう、そういうことなんよ、そういうこと。2枚抜きとかないかな、ないね。じゃあトップまでで飛ばしていきましょう。今日は天井ないからね、申し訳ないけど、うん、5分ぐらいで終わると思うわ。よっしゃー、来い。オッケーオッケー、全然大丈夫ドブ欲しかったんよ、うん、惜しいな、紙一重やったな。お、これは無料のとこから金色の本が来た、キャラ濃いよマジで。お、なんか無駄に2枚抜きすんなって、なんやねそれなんで無料のとこから2枚抜きやねん、おかしいやろ、どういうことやん、どういうことやねこれおなんで無料のとこから UR のビジョンカード2枚抜きすんねん、おかしいやろ、運の無駄遣いすな。いや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 、何をしてるんやそれ、おかしいやろそれ。まあいいよ、ここで決めていきましょう。さすがに最後キャラ、キャラで締めていきましょう。50連で終わらしたい。頼むぞ。な、オッケー。黄色の本。2枚抜きワンチャン。クソ、クソすぎる。このガチャクソすぎるやろ。ふざけんなよ、マジで。なんやねん、それ。おい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 。なんやねん、それ。何のための5ステップやの、おかしいやろが。なんでそうなるん。いや、せめて135はキャラ確定やろ、これ。いや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 、おかしいって。やってんのか、また。やってるか？行くか。まあ、いいよ。あの、メインはこっちやからね。9ステップアップ、ここでね、出せば問題ないから。ああ無償席いっぱいあるから。ね。この日までいっぱい貯めてきたからね。行きましょう。まずは、10連目。よし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 。さあ、来いよ。頼むぞ。もうね、ビジョン嫌。オッケーオッケー。キャラのクリスタル飛んでくれてるだけでもね、全然、精神的に楽。めちゃくちゃこれ楽よ、これ。さあ、飛ばしていきましょう。やっぱトップがね、
金色のキャラクリスタルっていうだけでね、気持ちが全然違う。で今んとこまだノーダメージやからね、全然大丈夫よ。これ9ステップアップ終わるまではね、実際ノーダメージみたいなもんやからね。さあ来い。なんでやの、スカールみたいな名前しやがってよ、本当によ。変われよな、せめて。せめて変わってほしいですよね。ヒロのゲージもないわけやからね、やっぱこの辺はね、しっかり変わっていってほしいところなんですよね。じゃあ、20連目、行きましょう。頼むぞ、変わってくれ。確定じゃない、なんもええて。ビジョンカードもええて、出すぎやって。いやすごいな、そこ。やばいやん、そこ、もう。何してんねん。ビジョンカードのジェットストリームアタックすんなよ、そこで。何やねん、それ。ジェットストリームアタックすな。何も変わらんねやろ、それ。ジェットストリームアタックすんなって。おい、マジかよ。ちょっと、何の反応もないぞ。何の反応もない。無料や、ここ。無料っちゅうことは、ここ、あるな。あるぞ、ここ。無料から出るよ。来たね、ホンダ。オッケーオッケー。キャラいいよ。頑張ってくれ。頼むから、その最低演出から、一番いいやつ来い。あ、これあるな。トップあるぞ、これ。あ、二枚抜きもワンチャン。ワンチャン。ないなぁ。トップ変わんの、これ、待つか。あるよ、これ。あ、あるぞ、これ。無料から。頼む、止まってくれ。止まれ、しゅっ。いやぁ、きついぞ、これ。でも、3分の1が終わってしもた。まあ、まだね、無償席いっぱいあるからね、無償席なんぼ使っても無料やから、これ。全然大丈夫。来い。やばい、金の本がまず出ない。なんか、金の本の安心感が何にもないんよな。このトップこれ大丈夫やろ。オッケー。これでも変わるよ、これ。演出悪くなかったから、全然いける。演出は良かったぞ、これ。割と良かったはずやから、変わる。多分これ変わるよ。わかるんよ、これ。わかる。止まれ、しゅっ。もう、やばいな、これ。ちょっと、ペース早いんじゃないの？これ。早いな、これ。ガンガンいってるぞ、これ。どんどんメダルが溜まっていく。頼む、マジで。金色の方来てくれよ。キャラ。いや、これキャラ確定かな、これ。ここ確か、あ、お！来た。ようやく来たぞ、これ。これよく考えたら、この9ステップって全部キャラ出る感じ？もしかして。なんかさっきからすごくキャラ出てる気がするんやけどね。なんかもう、キャラ確定か、これ。いやー、これ来たな。あざっす。さすがに、頼むってマジで、たまにはね、神引きしたい。0.8% やろ、これ。0.8% っていうことは、一番出やすいからね。いきます。あはははは中途半端なやつ引いた。すごい中途半端なやつ引いたやんけ、もう。なんなんよ。もう、最悪や。せっかくのチャンスが、台無しやないの。いや、まだ大丈夫。まだ大丈夫よ。いける。やばいって。なんかキャラだけ出るんちゃうかって言ってたけど、やっぱビジョンカードも飛ぶんやな。しっかり飛んでくるな。やばい。これ、9ステップアップ終わるぞ、これ。もうすぐ9ステップアップが終わる。9ステップアップが終わるとどうなる？なんだ知らんのか。沼ガチャが始まる。やばい。これはだいぶいかつい。いかついな、これ。ちょっと待って。なんでみんな神引きできてんのか俺には理解できひん。さすがに、あと7、8、9、あと30年。
あと30連で決めに行こう。ね、30連で決めに行こう。さすがに、やばいやろ。闇鍋ガチャに手出したくないって。な、頼むよ。顔で親の顔より見た光景や、それ。見飽きた。親より見飽きてるぞ、それ。いやー、変わってくれへんかな。絶対この辺は変わらへんやろ。やばいって、もうなんか、意思補充したくないんやけど、なんかもう持ってる意思だけでなんとかしたかってんけどな。大丈夫かな。止まってくれ。よっしゃ。よっしゃ、来た。これは来たやろ。いい加減来るやろ、これ、さすがに。なあ。あざっす。来ましたわ、これ。よっしゃ、決めていきましょう。皆さんすいません。ここで引いていきます。いきます。もう終わった。やばいって、もう。やばすぎるやろ、それは。マジか、もう。コスト100出んなって、もう。なんやねそれ、どういった確率なんですかねそれ。やめてほんまに、いじんのやめて。俺の排出をいじんのやめろマジで。運営よ、俺の排出をいじるな、頼むから。もうちょっと普通にしてくれって。やばいやんそれ、終わったんちゃう。もう出えへんやろここ。ここ出る、ここ出る。よし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 。来てる来てる。まだあるまだある。これはまだある。あるわ。あるー。ここはあるー。チャンスや。ここのチャンスをものにせんとあかん。来た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 。いえ、ここか。ここにおるんか。いや、そういうことね。そういうことやったか。いや、ここで引いたら熱いよな。9ステップの、これ、80連目やろ。で、最後の90連目で、かけらとかもらえるみたいやから、ここで決めといたらめちゃめちゃええやん。いきます。はぁ？はぁ？ホープってお前。ホープって。は？ホープってお前出るん。ナインステップ10連召喚ライトニングっていうタイトル掲げてて、ホープ出るん。何してんねん。何してんねんマジで。もうええって。いや、やばいって、これ終わるやん。ほんまに終わるぞこれ。やばい、これ90連目。来い、汚い、やばい。頼むって、もうなんとかしてくれ。なんとかしてくれマジで。もう嫌やって、天井来たら行って。なんで俺ばっかりこんな目に遭わなあかんねん。おかしいやろ。いや、これ変わってくるよ、頼むから。もう闇鍋、生きたの。生きたくねえ。あ、もう嫌やって、もう。なんでなぁ。どういうこと？何が起きたらそうなるん？これ、今、どういう感じ？今、どういう感じ？これ。あと80連。あと80連。
ていうか、5ステップアップ回されへんから、もうこっから闇鍋引かなあかんの？え、やばない？だからあれか、安いやつ、を買ってきたらいいのか。これ引こうかな？どっちがいいかな？いや、ここにもかけるか、ちょっと。これ、5連召喚にかけてみるか。これにかけるか。ね。これ行きましょう。5連やったらワンチャン入ってくるやろ。20% ぐらいの確率でライトニング引けるんちゃうかな。一枠入ってくるっちゅうことはそういうことっすよね。20% の確率で、入ってこないっすね、これ。ゼロですね。もうなんなんビジョンカードって、なんでその大事なところでビジョンカード出てくんねんって。もう優勝席の無駄遣いやめて、ほんまマジで無駄。普段引かへんガチャやのに。ちょっとこれ300石のやつか、300石のやつを買って。300石じゃないのか、これじゃないな。これ危ない。これ探索チケットって書いてるやん。どこにそれがあんのよ。どこにあるのよそれ。ガチャチケはどこにあるのよ。これじゃないな。どれの話。ガチャチケどこにあるのよ。どこよ。これか、あった。これをまず引きましょう。これをね、これですね。まずは、じゃあチケットの10連。まあ、こちらからね、回していきましょう。頼む。あ、オッケー。キャラオッケー。キャラ大丈夫。キャラならワンチャンよ。もうビジョンカードは見たくないからね。頼むぞ。もう闇鍋ガチャにまで回すつもりはなかったんやけどな。頼むぞ。うわー、やばい、きつい。やばい、きつい。ヒロのゲージがチュイーン。ヒロの 20%。 え、これやばい、どうしようかな。これ、あれか。もう一個ありましたよね。そういえば。もう一個あるんじゃないの？ 30 連。30連のやつ、あるんじゃないの？ 30 連ないのか？ 20 連か。優勝3000の、優勝3000のやつで20連。いやー、ちょっと、これ課金せなあかんっすね。ちょっと課金してきます。お待ちください。よし、とりあえずじゃあこのライトニングのピックアップ召喚券、これを買っていきましょう。チケットがね20連分手に入りましたんで、じゃあまずこの、無料の20連分、これをね引いていきたいと思います。いやー、これやばいな。さすがにもうちょっとこのチケットぐらいから出てきてほしいですね。さすがにもうちょっとね、天井がちょっとチラチラと見えかけてきてるんで、ここいらで決めていかないとちょっとねやばいんですよね。今日はね、俺天井行かへんって決めてたんすよ。ね。天井行かないって決めてたんで、天井行ってもらったら困るんすよ。頼む！止まってくれ！頼む！止まれ！いやー！もう得てもスカールみたいな名前しやがって、ほんとによ。やばい、ヒロのゲージがすくすくと成長してますね。ヒロの 40%。いいじゃないの。さあ、どんどん行きましょう。頼むぞ、買ってくれ。金、汚い、最悪や。頼む、キャラ。
やばいってその演出。なんで変わるんそ、あやばいってもう、ヒロのゲージキャンセルすんなよ。いやいやいや、その演出はないやろ、さすがに。何してんねん。なんで汚い本から。なんで汚い本から UR のビジョン出るんよ。ありえへんやろ。そんなことなかったや、今まで。何をしてるん。いや、もう最悪や、これ。やばい。いや、さあ、これは最悪や。これは最悪や、マジの。ガチ最悪や、これ。やっぱ。いや、あと普通に引いていくしかないやん。ああ。あと普通に引いていくしか選択肢なくなってしもうたやないの。これは、ちょっと、やばいんじゃないのか。さすがに 2.5 周年初日から天井行くとかないやろ。やばい、あと50連か。50連もあったらヒロノゲージ貯めれるんじゃん。ヒロノゲージが溜まって出てくれたら、まあ、よしとしましょう。行きましょう。頼む。あと50連なんよ。なんならもうここミスっといてくれていいよ、これ。外れていいよ。ヒロノゲージを貯めたい。なんならもうそこで決めたいからね。もうここ別に出なくていいよ。いや、出た方がいいんか。出てくれ。頼む。もう今すぐ出てくれ。もう嫌やって、天井。天井以外やったらもう何でもいい。もう何でもいいし、何でもする。頼むぞ。頼むぞ。止まれよ。ちょ、やばいって、これ入ってないやろ、これ。UR のキャラ入ってないぞ。これ入ってない。UR のキャラ入ってない、入ってないな、これ。これはちょっとおかしいな。いや、あ、これは、来た、キャラ。いや、どういうこと？これあかんやん。これはあかんのじゃないか？さすがにあかんのじゃない？これちょっとやってるよな。さすがにやってるとしか思えないね、これは。なあ、これはおかしいやろ。どう考えても圧倒的におかしいって。それはこの引きの悪さ、やば、ちょっと手がしびれてきた。やばい、なんか小刻みに手がこう震えてきた。やばいぞこれ。小刻みに手が震え出してきた。これあれや、あの将棋の羽生さんが勝利確信した時の手の震えと同じやつや、これ。やばい、どうしよう。ちょっとタッチしにくくなってきた。やばい。やばいぞ、これ。見えてきた、これ。いつものやつ来た、これ。やばい。これはやばい。あと一回の爆死。あと一回の爆死で、ヒロのゲージが溜まる。ヒロのゲージ、おい、ここ最近ヒロのゲージからビジョンカードばっかり飛んでんねんけど、さすがに今回こそはいけ、あ、お、おっと、これは、よし、これいけるんちゃう、これヒロのゲージ前からこれ引いていけるんちゃう、これ。いや、来たやろ、これ。これ来た。いや、さすがにこれ来たやろ。もういいやろ。さすがにこれあれやな、運営さんがあまりにもかわいそうやと思って、もうそろそろ出しといたろか、みたいなね。もう引いたら勝ちやから、これ。ここで引いたら俺勝ちよ、マジで。なあ。で、ここで引かへんかっても、ヒロのゲージがもうかなり近いところまで来てるから、どっちみち引けるんよね、これ。いきます。だーっしゃ
勝ちました。いや、勝ったんかどうか分からんけどな。もうどっちか出たらもう天井やけど。いや、でも勝ちやな、これ。出たから勝ちよ、これ。やばい、やばいって、ギリギリ生存した。危な、危ないわ、これ。致命傷で済んだ。